はい、えー、皆さんこんにちはレック専任講師の横溝ですさて、えー、今回はですね横溝の60時間超速マスター講座改正民法を完全対応というような新講座のご案内ということなんですね、えー、実はこの超速マスター講座60時間超速マスター講座はあ2019年に え始まりまりして非常に好評だった講座です、まあ、昨年、ちょっといろいろコロナの問題とかあってですね、えー、発売ができなかったということで、まあ、あ久しぶりに復活ということになりますかね。あのー、今回のこの60時間超速マスター講座基本的には合格基本書と言われるですねレックのまあ書店で売っている書籍ですか。 こちらの方を使ってままいります合格基本書というのを使っていきます合わせて今回からはそれに合わせてですね姉妹版の合格問題集というものも合わせて使うということなんですねですからあのインプットとそれからアウトプットを 60, 60時間でいっぺんにやるというような非常に短期集中型の講座になっております。 まあ、どんな方に受けてほしいのかなということで、まあ、いろんな方が、ね、こういう講座を受ける対象になるのかなと思いますけれどももちろんえ、このパンフレットのところの実は表紙にもです、ね、おすすめの方というのは書いてありまして1、まあ、つは今からスタートして、えー、もう、超速でインプットを終えたいというような方です、まあ。時間がある程度ありますという方であれば、まあ、ここからゼロからスタートして、ね、一気に詰めると。 いうようなことも一つ形としてはありなのかなと思います。まあどうせやるんだったらインプットとアウトプットですね。それを同時に進めていくというような形で効率よく勉強をしていく。これはとても重要なポイントになるかな短期間で合格ラインを目指すというのであればそういった勉強方法はとても大事です。それからですねあの非常にコンパクトにまとまっておりますので。 あの一通り学習はしているというような状態なんだけどちょっとやはりインプットを中心に不安が残るというような場合ですね例えばあの昨年まで、えー、例えばレックで講座を受けていたとかあ違う予備校さんで講座を受けていたで今年は、まあ、一応再チャレンジはするけれどうーんできれば自分でやっていこうかなと。 おいうようよなね去年の教材使って自分でやっていこうかななんて思っていたんだけれどまあ、なかなか自分でやろうとするとねうまくいかなかったりとかあれ、これ何だっけってわからなくなってしまっているところがちらほら出てきている一度短い時間で1回インプット少なくとも憲法、民法、行政法に関してはやっていこうよっていうようなそんな動機で受けていただくというのも1つおすすめなんじゃないか。それから やはり独学で勉強されている方はね、えー、まあまあ独学者の方の場合合格基本書を使ってですね勉強している方も多いわけですで姉妹版の合格問題集も一緒に使っているって方も多いかもしれませんだったらそれを使った教材それを教材として使った講座ということになりますので、まあ、ご自分の勉強のさらなるグレードアップが図れると。 いうことですかね、まあ、もちろん違う本を使って独学で勉強されている方も一度インプットをですねしっかりと聞いてみる自分の理解が間違っていないかどうかを確認するという意味でこの講座を使っていただいてもいいのではないかということなんですね。何しろこのの超速マスター講座60時間とううようなものは ウェブ講座という形で皆さんに配信をするということになっておりますですからスマートフォンなんかでも見ることができるタブレットでも見ることができるもちろんパソコン上でも見ることができるというような話なんですねウェブ講座という形で配信するということになりますので、まあ、皆さんの方できちんとスケジュールを決めてですねそして勉強をしていくということができる、まあ、その意味では まあいろいろね現在コロナ禍などでエリアによっては緊急事態宣言がまた出てしまったりとか、まあ、いろいろと落ち着かない日々が続くということになりますねワクチンが行き渡るまではまあ難しいのかなというところもあったりはしますだからまあ、自宅で えー、手軽にウェブ講座で勉強するというのはとても効率の良い学習ではないかなあまり外に出たくないなという場合でもね家の中で、えー、十分に完結できる講座であるということは1つこういう時代だからこそおすすめということにはなるかもしれません。えー、と講座のラインナップなんですが時間だけで言うとですね、えー、こちらですね、えー、時間だけで言いますと まあ、憲法が6時間民法27時間少し多めにとってあるのはやはり改正が大きく絡んでいるからです行政法25時間そして個人情報保護関係2時間です、まあ、あ本当に今から始めてというようなことだったりはするのであの商法会社法やです、ねえー、一般知識のそれ以外のものに関してはこの講座の中には入れてありません。 商法、まあ、会社法などは、えー、別講座でね商法、えー、会社法の4点アップ道場なんて言われる1回で終わる講座があったりはしますし文章理解は文章理解特訓講座ってまた別売りの2回で終わる小さな講座もあったりはしますそういうものは必要に応じてまた追加でよかったら取ってもらえたらということとなんですねとにかく主要のメインの科目をしっかり固めていこうじゃないか。あそしてですねあのー 2019年の時はインプットのみだったんですけれども今回はこの合格基本書を使って講義するのは全60時間の中の50時間そして残りの10時間は問題演習をやるということにします。 あのそれぞれインプットの割り振りが、ね、ありますのでその割り振りのところに該当する問題ですね、えー、その回取り上げる内容に該当する問題を一緒に見ていくというような形をとります。 でですのでここから問題演習だよって言ったところでですね、まあ、例えば1回止めてもらって問題自分でで解いた上で指定された問題解いた上でまたその解説を見ていただくみたいなイメージになろうかとは思いますけれどやはりインプットとアウトプットをいっぺんにこの60時間の中で凝縮して、えー、受講することができるというのはなかなかこういう講座はないです。えー、非常に貴重な 機会にになななるのではいいかなという,ふうに思っております、まあもちろんこの講座受けていただいた上でですねえプラスして今度は模試などですね、えー、レックの公開模試などはしっかりやっていただかないともちろんあの本試験のシミュレーションなどはできませんので、まあ、模擬試験は別途きちんと受けていただけたらなというふうには思っておりますけれどもね。 まあメインはこの2つなんですよこの2つがついてくるということになるんですがまあそれ以外に実はですね補助教材というようなものとして、えー、ウォーク本過去問題集過去問題集つきますすごいでしょう。もうジャパンデッドみたいですけどすごいでしょこの講座60時間の講義でそこにはもちろんこの 合格基本書、それから合格問題集がもちろんくっついてくるということになります、受講料込みです、プラス、ウォーク問、過去問題集2冊、法令編、一般知識編がつきます、さらにですね合格六法と言われる六法が2冊、これ合計3冊ですね合格六法は民法、会社法、あとその他って感じになっているから、合計3冊の形に分かれた合格六法と言われるものもつきます。さらに オリジナル画面集がつきますですから各科目の画面集という形で、えー、授業をですね補助教材で使っていきますのでその画面集もつきますものすごいことですこれはね、えー、これだけのものが全部ついて、えー、全部ついて、えー、こちらがですねまあ,あのお値段8万円ということになっております。ね あの安いいいででしょうっていうういうそ感じですあの非常に、えー、これは効率よく勉強ができるのではないかなもちろん大学生協さんやあ代理店さんで申し込んでいただくと値段が少し変わったりするということにはなっておりますけれども、まあ、これだけの教材が全部ついた上での講義もついてのこの値段ということになりますのでやはり ぜひ最後の仕上げにもしくは今から勉強するいろいろな立場の方がいらっしゃると思うけれども一気にこの合格レベルの知識を身につけるいいチャンスになるのではないかなそういうふうに思っております。ということでぜひ横溝の60時間超速マスター講座ですねご検討いただいて2021年の行政書士試験ですね合格を勝ち取ってもらえたらなと。 こういうふうに考えている。まあ、そんな今回は新講座のご案内をさせていただきました。今度は、えー、講義の内容をですね、ぜひえっ、ー、とこれはウェブ上でご覧いただければな。まああのこれから順次収録もしてまいりますので。 まあ、各回例えばあ憲法の1回目などはです、ねえー、無料受講というような形で、まあ、あ受けることができたりもしますしそれから他の会に関してもあの YouTube で、えー、アップをしてです、ね、見ていただくことができるようにしようと思っております。 なので、まあ、実際に、ねえー、あんなこと言ったってどんな講座やるんだお前みたいに思ってらっしゃる方もいると思うので、まあ、そういう方は実際の講義を見ていただいてあこれならいいなと思っていただけたらぜひ利用してもらえればなということです。はい、ということで、えー、横溝の60時間超速マスター講座のご案内を、ね、今日はさせていただきました。最後まままでごご覧いいただきましてありがとうございます